前科3番893番チョエキ太郎です。本日のお話は漫画のお話、漫画の紹介、エンブレムテイク2、週刊ヤングマガジンですね。1990年から2004年まで、長いですね。まあヤクザ関係のファンの方なら必ず一度は見ているっていう漫画ですね。このカテゴリーがですね、 SF ヤクザ漫画、原作が木内先生と渡辺先生の作画という風になっております。正直言いまして、内容はともかく、その内容云々っていうといろいろなことがありますけども、この漫画の功績っていうのは、素晴らしいものがあるっていうのは、このヤクザ組織に対しての考察というのか、序列、形、何々組、一次団体があって、二次団体、三次団体、四次団体、五次団体まである、この意味合いっていうのは一般のことだって分かりにくいと思うんですよ。例えば政党だったら、市会議員があって、県会議員があって、国会議員、それも参議院、衆議院があってっていうのはなんとなく分かるじゃないですか。ヤクザってなんだろうっていうふうに思いますよね。 A 組があって、 B 会があって、 B 課、 C 課、これ分からないのがほとんどだったんです。要は昔から行くと、仁義なき戦いだとか V シネマを見てても、そこが分かりにくい、系列ってなんだろうっていうのは、主人公的なところは3次団体とか4次団体なのに、そこがすごく強いとか、すごくもう一番だって言ってるのに、その上がいるのか、またその上がいるのか、その上って何なんだっていう風になっちゃうわけですけども、これを分かりやすく系列化していったのがこのエンブレムテイク2なんですね。しかもすごく名前がかっこいいですよ。本当にあえてこれは出せませんけど、ここでは見ていただければわかるんですよ。何々回、何々一家、何々何代目、何々っていうのがわかりやすく、そして主人公が出世していくたびにわかるっていう風になっていくんですね。これなぜ名前を言えないかっていうのは、まあオチに使わせてもらいますんで、これ聞いていただくとありがたいんですが、その本人が本当はまあヘタレて言っちゃいけないんだけど、まあ大したことないのが、この経験値を積んでどんどん上に上がっていく、そして出世していく、もうっていうことなんですけども、ここなんですよ。その時に系列の組、対立する組織のところ、頭だとか役付きがちゃんと名前が出てて、場面場面に分かりやすいんですよ。ひょっとしたらこの漫画を見て実際の組も取り入れてネーミングをつけたんじゃないかと思えるぐらい、そこがちゃんとしているんです。で、私もこれは週刊中にずっと買って見ておりました。はい、楽しみにしておりました。ところがある日突然これ打ち切りになったんですよね。急になんか変な終わり方なんですよ。え、なんでって思ったら、わかりませんよ、これもわかりませんよ。どうも調べたり、いろんな雑誌を見ていくと、実際にある団体の名前に似ている名前を使ってしまったみたいなことなんです。しかもそれが対立の中で、コンテンツ、エンタメの中って本当に苦労するんですよ。必ず勝った負けたがあるから、ヤクザドラマ、ヤクザ映画、ヤクザ漫画を見ていると皆さん思いますよね。なんか不思議なチープな名前、ありえない名前ならいいんですよ。銀龍会とか龍神会とか、まあここら辺って、ここら辺ならなんか使ってるんだけど、それが現実にあった場合どうしますか。しかもやられる側とか、詫びを入れる側、負けて泣きを入れる側に現実の名前があった場合は、さすがにまずいですよね。どうもそうであって、そうなっちゃったみたいというお話を聞いてるんです。そうですよね。組織が大きくなって、連載も長くなれば、そういうことがあるよねっていうことです。まあそれが本当かどうか分かりませんよ。ただこの内容はどうこうどうかというのは別として、この漫画があった功績は大きいというお話です。はい、ありがとうございました。